海洋における水銀の汚染源と、科学過程海洋の水銀汚染では、海洋の水銀による汚染の状況、水銀の排出源と拡散メカニズム、及び水銀汚染の対策について記述する。水銀は、毒性のある、重金属である。地球上の大気、水圏、土壌の中で、地図の形を取りながら循環する。この循環により、排出源に関かかわらず、 地球上の全く別の場所を汚染することがある。今日では、水銀汚染は地球規模の問題とされ、人為的な水銀の排出を最小化し、汚染を正常化するような国際的な行動計画の必要性が認識されている。世界水銀アセスメント2002では、地球規模の水銀に関する問題への取り組みを遅らせるべきではないと結論された。 多くの水銀汚染の影響下にある環境のうち、海洋は水銀の押し入れとなり得ることから無視できない環境の一つである。近年のモデル研究によれば、人為的原因で海洋に放出される総量は4万5千から8万トンと推計され、この2、3もの水銀が我々が消費する魚介類の多くが生息する水深1000メートルよりも浅い海域に存在するとされる。 高い毒性を持つメチル水銀の形で海洋生物の食物連鎖の過程において生物の縮が生じることがあり魚介類の消費者に健康リスクを引き起こす。統計によれば世界中の魚介類消費のうち約66%が海産物である。したがって魚介類の消費による人体の水銀汚染を防ぐため海洋における水銀の汚染レベルを監視。 規制することは重要である。水銀の排出には自然現象によるものと人為的なものの両方がある。自然現象によるものは火山活動や土壌からの放出が主な原因である。火山の噴火によって地中に蓄積されている水銀が放出される。また土壌からの流出は一般にプレート境界近傍の地域で見られる。プレート境界の土壌には 例えば、硫化水銀を含有する新車などの水銀を含有する鉱物が豊富なためである。これら土壌中の水銀は岩石の風化や地熱による反応によって放出される。自然現象による水銀の放出は、総排出量の一定の割合を占めるものの人為的排出のみによって、環境中の水銀濃度は3倍に増加してしまった。世界水銀アセスメント2013では、 主たる人為的排出源は、原始的で、小規模な金の採掘、化石燃料の燃焼、非鉄金属の生産などであるとした。セメントの生産、消費者製品の廃棄なども汚染を引き起こす。またクロールアルカリ工業も、少ない割合ではあるが汚染を引き起こす。水銀は、様々な経路で海洋に流入する。大気沈着が最も大きな原因であり、 主に三種類の水源種が海に流入する。単体の気体水銀は海水と大気の交換を通して流入し、また、無気水銀及び粒子水銀は湿性沈着、または寒性沈着により流入する。加えて、河川、三角孔、沈降、熱水作用などによる流入もある。一旦海洋に放出されると、これらの水源種は酸化還元反応。 固体微粒子への吸着、メチル化、脱メチル化といった反応を引き起こし、メチル水銀などの有機水銀化合物が海洋に拡散する。都市部三角鉱の汚染堆積物が水流によって運ばれたり、再堆積したりする結果、水銀が海洋中へと流入することがある。例えば、かつて川口岩に沿って立地したクロールアルカリ産業などの影響により、 英国マージー川川口における堆積物表面及および、中心の水銀岩有量は平均で2ミリグラムキログラムであり、多いところでは5ミリグラムキログラムに上る。テムズ三角高層1 0 0トルの海岸でも平均2ミリグラムキログラム、最大で1 2ログラムに上る水銀が堆積物中に含まれ、ロンドン周辺の奥まった箇所が最も高濃度である。 しかしながら、テムズの堆積物中の水銀含有量は、前時的かつ定常的に減少している。北海南部の海砂によって汚染が薄まったとともに、かつての、そして現在の排出源から遠く離れているためである。英国の例とは、対照的に、米国東海岸の湿地上の入り江や、南シナ海のマングローブ林から海洋へと移動する。 堆積物の水銀含有量は0 5ミリグラムキログラム以下であり、比較的少量と言える。海洋性アロゾルにおける水銀の光化学過程、微生物による水銀種の化学変化水銀の酸化還元反応は、日光もしくは微生物によって、ほとんどが海洋表層で起こる。紫外線照射下では、水銀原子は酸化され、海水に溶解したり、あるいは、 微粒子に吸着したりする。その逆反応では、水銀は HG から HG へと還元され、大気中に戻る。海水のしぶきのような大気中の微粒子エアロゾルは、このような酸化還元反応に必要な条件を満たす、小さな反応器の役割を果たす。海洋中の水銀の酸化還元反応は、あまり単純な過逆過程ではない。 反応性の高い中間体を経由して反応が進行することを示唆する海洋性アロゾルにおける水銀の光化学反応過程については図に示す通りである。光酸化反応はヒドルキシルラジカルによって光還元反応は風や氷層の上乱によって引き起こされるのではないかとされている。暗闇の中では水銀の酸化還元反応は微生物活動によって 進行する。太陽光による化学過程と比較すると、微生物による化学過程のメカニズムは異なり、その反応速度は遅いものである。無機水銀 HG 及びメチル水銀は微粒子に吸着されうる。有機物量とこれらの水銀種の濃度の間には、性の相関が見られ、ほとんどの水銀種が有機物に吸着することを示唆している。 この現象は海洋における水銀の生物活性と毒性を決定づけうる。もしメチル水銀が河川を通して海に流出したとしても、海洋で見られるメチル水銀の大半は海洋中で生成されたものであるだろう。無機水銀のメチル化は生物学的及び非生物学的な反応を介して起こりうるが、生物学的な過程の方がより優勢である。 渦に示す反応スキームは微生物の細胞中における酵素による複雑な代謝反応の一部に過ぎない。非生物学過程においては腐食物質がメチル化反応の作用物質となるため分解された有機物が無機水銀と反応しやすい表層で生じる。興味深いことに極限における水銀のメチル化反応の研究によればメチル化反応と水中のクロロフィル量に 性の相関があることが示されており、メチル水銀の生成過程には生物学的な経路があることを示唆している。生成されたメチル水銀は微生物中に蓄積する。メチル水銀には高い浸透性があり、加えてその反応過程が微生物に依存し他の水銀種への分解が起こりにくい。そのため海洋中の上位の捕食者に至る。 食物連鎖の過程で生物の汚が進んでいく。海洋における食物連鎖の最上位にある人は様々な魚介類を摂取するため大きな危険にさらされている。したがって水銀の排出を最小化し、すでに存在する水銀を除染することは極めて重要と言える。産後の合成反応水銀の除染には長い時間を要する。それにもかかわらず、 この困難な課題に対して希望をもたらすような研究も存在する。その一つはナノテクノロジーを基礎として、サンゴの構造を模倣した合成酸化アルミニウム微粒子を用いるものだ。この微粒子は高い表面積と高品質な表面構造により、効果的に重金属を吸着する。実際、サンゴがその表面構造により、 金属イオンを吸着する現象は長年観察されていたが、ナノテクノロジーを用いることで海洋中での水銀除染の助けとなる合成産後を作ることが可能になった。この材料の合成過程は地図の通りである。他にもオレンジの皮を原料に用いた水銀除染技術の可能性が検討されている。この技術では、イオトリモネンを原料にして流化。 リモネンポリサルファイドを生成する。工業的な複製生物を利用すれば高い、持続可能性が得られる。このポリマーを用いれば1回の処理で50%の水銀を除去することが可能とされている。上述の除染技術に加え、石炭発電の利用を最小化しより、クリーンなエネルギー源を使うこと、小規模で、 原始的な金採掘を縮小すること、水銀の産業廃棄物を適切に処理すること、そして適切な政策を施行することは、長期間の計画の中で水銀排出を減ずるための現実なアプローチと言える。この目標達成のためには、公衆の意識が不可欠である。温度計などの水銀を含む製品を適切に廃棄すること、水銀フリーの電球や電池を使うこと、 環境への水銀排出がゼロもしくは最小となるような消費者製品を購入することなどは水銀汚染から地球上の生態系を回復するにあたり著しい効果がある。ありがとうございます。